今月1日にデビューしたばかりの韓国ガールズグループ IVE が、挨拶時のポーズで物議を醸している。最近、あるオンラインコミュニティには挨拶のポーズが似ているエバーグローと IVE というタイトルの文章が掲載された。掲載者は、写真を添付して2つのグループの類似性を指摘。実際に両方とも指3本を広げて顔に添えている。このような問題は、2017年にもあった。ボーイズグループ14U とガールズグループレッドベルベットのポーズが似ていると指摘された。ネットユーザーは IVE のポーズについて似すぎ、これは変更するべきレベル、これは似ているのではなくて、全く同じ、ポーズも盗作か、知らなくてこうしたんだろうけど、知った以上は IVE が変えるべきでしょといった反応を見せている。ラブリーズ出身系、ジュンス所属のパームトリーアイランドに移籍。2021KBS 火曜祭り、10組の第1弾ラインナップを公開。レッドベルベット、オーマイガール、カンダニエル、ザ・ボーイズ、ストレイキッズ、イッチ、トゥモロー X ・トゥギャザー、エンハイプン、エスパ、イムジン。17日開催。MC はチャウヌ、ソリョン、ローン。BTS、防弾少年団の LA コンサートを見に行った一部の韓国ファン、現地ファンから暴行暴言あったと主張。アジア人らしき人がいると韓国人じゃない、とひそひそ話し集団暴行。韓国人ファンの顔を携帯電話で撮影し SNS に掲載すると脅迫した。ホムマに対する嫌悪だという説も。